67.5点、67.5点です。10番の選手です。日本大学から吉永和馬選手、乗ります馬は王鵬です。さあ今スタートいたしました。吉永和馬選手、この選手は熊本県立菊池農業高等学校から日本大学の生命資源科学部に進学いたしました2年生。この乗ります王鵬はオランダで生まれました13歳になります巨星馬。昨日のバーバイツの減点が 57.8 点、第7位という成績でこの2日目の障害別競技、さあ第4障害のリバプールからレインボーカラーの第5のオクサー障害、これも綺麗にクリア。さあぐるっと回転しまして第6から第7のラインですが、 1m15cm の垂直障害からきちんと5冠を合わせて第7障害、これも大丈夫。さあ一番奥にあります高さ 1m15cm の第8障害、これも大丈夫です。さあ右に回転して2つ目のダブル障害、まず幅からちょっと近い、ここで落下があります。減点が4点、 B ともに落下です。さあここは小さく回りまして最終ライン、減点8点のままいけるか。中盤のオクサー障害から最終 1m15cm 垂直障害、これをクリアしまして今フィニッシュです。走行タイムが72秒81、72秒81、走行中2つの障害の落下がありました。減点が8点、減点が8点となりまして2日間のトータル減点。